いどうも、毎度おなじみジラフです。はいどうも、毎度おなじみサクです。さてさて、週刊 GHF も今日で5回目なわけですが。うん？オープニングトークのネタがつきました。早くない。いやまあ、最初からそんなトークが得意な人間でもなし。それは知ってる。さて、じゃあ新曲紹介やっていこう。マップは北極光、ルールは制圧戦。あれ、PVP？ボースの PVP はそこそこ楽しくできるから好き。さて、やっていくよ。艦首はご覧の通りコロラド。米戦艦。米戦艦。正直なところのスカロが欲しくてやってるんだけども。でもコロラドもくっそ楽しいのよね。どん足なのに？あ、背景倍速かけとくよ。どん足だけどその分耐久と火力が良い。それに、足が遅いってことは突出しすぎないってことだからね。脳死プレイしててもなかなか死なない。巡洋艦だとよくそれやってたよね。最近はもう巡洋艦で PVP やってないな。あっという間にうっかりバイタル抜かれて死ぬからね。つまり火力頼りのヌーブと。なんとでもおっしゃい。それにコロラドの装甲は頼りになるよ。反転のタイミングさえ間違えなければほとんど抜かれない。敵艦発見。射撃開始。ダンチャーク。今。全弾外れ。これまずくないかな？熊もいるし。リスペクトだよリスペクト。そもそもボース始めたのもあの動画の影響でしょ？まあねえ。敵弾接近、榴弾。続けて接近。あの島陰に敵艦がいるな。連射速度からして駆逐か巡洋艦だね。こしゃくな。ダンチャーク。外れ。まあ、期待はしてなかった。島に寄せて射線を切ってやろう。左舷の妙高は狙えるかな？装填速度的に無理だと思うけど。何にせよ、前方門左舷に旋回。前方の駆逐を援護するよ。前進そのまま。味方駆逐が敵艦発見。敵、米駆逐現存。さすがに撃てないか。しばらく射撃はできそうにないね。倍速。敵艦死人、ギリギリ射程内。ジャー級の出雲か。撃つ？着弾観測器出して撃とう。当たらなくても視界の確保で、駆逐の支援になるはずだ。了解、観測器発進。偏差はこんなもんかな。飛翔時間11秒、だいぶ暇だね。ダンチャーク。なあ、ダメージ8000。意外と通るもんだね。真横向いてる日本戦艦相手ならこんなもんだよ。コロラドの火力ならいける。そしてほとんどしている敵に占領アシスト。しょうがないでしょうが。さて、前方に駆逐の煙幕。魚雷を警戒して距離を取っておこう。倍速。敵艦死人。妙高か、飛行照準。この距離だと観測機の視界が使いにくすぎて。キャンセル機能欲しいな。この斜めっぷり、本当に当てにくくてしょうがない。ダンチャーク。なあ、外れ。順当。む、航空機が攻撃を受けてる。あの妙高からは届かないだろうから、駆逐の対空砲かな。機弾、火災発生。そして捕捉していた駆逐をロスト。魚雷が怖いから修理は保有。厳しそうなら回復で対応のこと。了解。そろそろ観測機が帰還するよ。次は当ててね。視界回復、撃つよ。ダンチャーク。なあ、外れ。取り火事で全部飛行を向けよう。了解。巡洋艦の前進速度ならこんなものかな？で、ダンチャーク。なあ、3発命中、ダメージ4000。全速前進中じゃなかったのか。駆逐出てきたけどどうする？目移りしてると死ぬってのが最近の教訓。まずは妙高を沈めてしまおう。ダンチャーク。バイタル貫通、妙高撃沈。上出来だ。駆逐をロスト、どうする？距離を確保しつつ西側へ向かおう。こっちが優勢だ。発見が切れたってことは、駆逐は島の向こうへ離脱したかな？
おそらくね。妙高の置き土産の航空機は落としておいて。了解。倍速するよ。を再補足。味方のプチッと交戦中だね。援護射撃。弱な、外れ。まあ、より15キロで当たるとは思ってないよ。敵地区、味方が撃沈。よっしゃ、よくやってくれた。敵チームはほぼ壊滅状態。しかしコロラドでこの立ち回りはミスったかな。 A と B の間を抜けてみてもよかったかもしれない。でもそうしたら、A に向かった駆逐は孤立して、こちらも駆逐からしか見なりしてたかも。結果オーライ、というか、こうだしじゃんけんは無意味かな。そうだね。お、前方の戦艦群に駆逐が接近してる。魚雷狙ってるね。当たるかな。どの道戦うことになるだろうから、当ててくれるとありがたいんだけど。なかなか撃たないね。どう動くか読みかねてんじゃないかな。駆逐、魚雷発射。再度倍速するよ。さて、どう動こうか。うむ。ポイント的に優勢だし、無理して攻める必要はない。というか、無理に突っ込んで戦艦2隻から袋叩きにされる事態を避けたい。どっちも格上、しかもティアー級だからね。どっち狙う？出雲と水売りか。出雲の方が相性はいい気がするな。体感として、日本戦艦相手の方がダメージは通りやすい気がする。それに出雲の進路には味方のスカロもいることだし。ノースカロライナね。CD 中間の島を北へ回り込んで、ノスカロと協力して出雲を叩こう。了解。もう少ししたら取り火事。よしよし、出雲も進路変更する様子がない。発見警報。なんだって？畜生、水売りが出てくる方が早かった。こうなったらやるしかない。全四方右舷に旋回、砲船用意。敵艦発砲。まだ油断だ、助かった。こちらも応射。玉木、今。ダメージ4000、続けて後部手法。副砲を避けるため島影に入るよ。全速前進。全速前進。左舷の島影から出雲出現。チックショー、恐れてた最悪の事態だ。両敵艦に対して角度を維持。出雲からのダメージを少しでも耐えつつ、水売りに対抗するよ。味方駆逐が魚雷発射。あれにかけるしかないね。なるべく長く生存しておとりになろう。敵艦発砲。弾頭が白い、絶好弾だ。生きてる？どうにか。これ以上ダメージをもらうわけにはいかない。消化回復するよ。頼んだ。敵艦なおも接近。押し通るつもりか畜生。出雲からの砲撃は？今のところないよ。今のところは。ノスカロの対処に必死なのか。何にせよ幸いだ。敵艦、副砲撃ってきた。敵艦発砲。重火事1杯。まだだ。まだ主砲は生きてる。敵艦なおも接近。魚雷ほぼ回避コース。鳥火事いっぱい。敵艦しか見なり、されども未だ健在。なめんなぁ。6発命中。ダメージ2万。よっしゃ上出来だ。生きてる。本当にどうなることかと。米戦艦はこういうところで本当によく耐えてくれる。ノースカロライナはこうじゃないって話だけどね。マジ？ウィキ見たら、足が速くなる代わりに走行が落ちるって。マジか。さて、残る出雲を砲撃しよう。ポイント的に勝ちが近いけどね。出雲級、あれ後方に主砲がないんだっけ？ネルソンやダンケルクと同じ前方集中配置だね。架空艦なんだけど、モデリングがありえないってやたら叩かれてる。環境がチェスコマみたいだっけ？遠路を考えるとほとんどスペースがないってさ。さっきの話だけど、殴って殴られてのパワープレイしたいならドイツ戦艦乗ったら？モーグナイゼナウまで進めてるよ。ビスマルクはちょっと有名すぎて乗る気にならない。副砲強いって聞くけど。この前10キロ先から弾幕張られてビビった。あの射程は羨ましいけどな。ノスカロ乗ったら副砲射程延長でも聞ける？それだと飛行旋回速度が犠牲になるからな。まあ、艦長スキルと違って振り直せる部分だし、考えておこう。お、出雲にいいダメージ。1万、2000。敵弾機そうだよ。更新いっぱい重火事。重火事。全弾回避。水柱のエフェクトも派手になったね。着弾炎、発砲炎、水柱と重なると敵艦が見づらいことなんてしばしば。リアリティ部分として楽しんでるけどね。
語ってるところで試合、終了。ポイントは高くないけど、ミズーリぶっ飛ばせたので満足です。いやー、楽しい試合だった。ティア級相手でもあんなダメージ出るんだね。いわゆる標準型ベイ戦の強みだね。さて、ではアスファルト8行ってみよう。まあ、とは言っても、新曲らしい新曲もないんだけどね。新しいイベント始まったんだっけ？マクラーレンの F1 マシン入手イベントだね。いやもうこれがね、ゴミほど使いにくい。変なところで勝手に曲がって壁に突っ込む。しょうがないから S クラスカード入手イベントと割り切ってるよ。じゃあガチャの様子でも適当に流してよう。S クラスカード、10枚以上はいらないだろうから溶かしていくよ。ただでさえ大量に手に入るしね。こうでもしないと倉庫枠が埋まってしまう。合成ポイントが18000。うまうま。車両カードでなかったね。しょうがない。変なエンジンカードもあるし、こっち溶かそう。ガチャをヒットガチャが引けるシステム。もう溶かせるものは、さすがにないか。じゃあこの辺りでおしまいだね。次次。XB70 の機種部分をおおむね仕上げたよ。視野確保のためにキャノピ周辺が変形する機構も再現。動き方は多分これで合ってると思う。コクピットの中身とか脱出システムについては考え中。一応資料は揃ってるけどね。あと、オンラインの遊覧用として MH60 を再塗装したよ。元機体はワークショップで配布してるね。MH60A で検索すれば見つかると思うよ。何このカオスは。マシクラのオンラインはいつもこんな感じだよ。たくま好きにせず、作ったものを持ち寄ってワイワイやる。それがマシクラってゲームだと思ってる。ぼーっと流してるだけでも楽しいもんだよ。ふーん。このヘリって単純に塗装を変えただけ？そうだね。カメラポットとかつけてみても面白いんでないかと思う。どっち見てるかってのも、重要なミーティング要素になるからね。うんうん。あと、解説動画1はアップしました。さて、ここらでコメ返しもしてしまおう。はいな。キーワン、いいな。キーワンは本当にいいぞ。うぼつ、キーボード付きとかロマン端末欲しいけど。んなことはない。キーが完全にフラットじゃなくて、凹凸がついてるからね。指の太さに関係なく、相当打ちやすいはずだよ。さて、じゃあ今回はこの辺で。今回は若干長めの動画だったね。ボースがあったからね。次回も多分あると思うよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。Give down the driveway, I'm on the couch. Chasing your dreams since the violent fifth grade. Trying to believe in your silent own way. Cause we'll be okay, I'm not